こんにちはほぼ毎日スニーカーを履く男スタイリストの大山俊です今回の動画なんですが大人におすすめの黒スニーカーベスト5というテーマですねこちらでお届けをしてみたいなと思っています僕のチャンネルを見ていただいている方だと結構ですねスニーカーの取り扱いが多いということには気づいているかなと思いますその中でもよくあげるものっていうのは結構限られていまして白系のレザースニーカーですねまあ、例えばオールスタークップだとかジャーマントレーナーだとかこの辺りが 軸足にありながらあとはですね最近ニューバランスですよね結構コメント欄見てるともうニューバランスばっかり紹介してないで他も教えてくださいっていうものもあったりするんですが、まあ、今僕はマインブームとしてニューバランスよく履いてるわけなんですが、まあ、それ以外のスニーカーも履いてるわけなんですねそれと同時に結構リクエストがが多いのが 黒系のスニーカーなんですね。やっぱり黒というのはですね、大人の男性にとっては似合いやすいカラーだし、安心感がある。なおかつですね、白系のスニーカーに比べると圧倒的に汚れが目立ちづらい。このあたりも含めて、やっぱり鉄板で使いやすいと思うんですね。ただ、黒スニーカーといっても様々なブランドからいろんなテイストのものが出ているので、どれを選んだらいいかわかんないという方も多いかなと思うので、今回は厳選して5つの黒系のスニーカーをですね、選出してみましたので、ぜひ、 参考にしてていいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説してますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってましょうはいということでここから具体的にですね黒系のスニーカーを皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですがまず1足目これはですね一番ベーシックで使いやすいものからご紹介したいなと思っているので手持ちのスニーカーの中から選んでみたのはこちらですね ブラック系のレザースニーカーですね。これ以前の動画の中でもご紹介したので、覚えている方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、代表的なのはこのナノユニバースをですね、ダメリーのレザースニーカーというものですね。価格は14,300円のものなんですが、まあ、リアルレザーを使っていて、上品なですね、スニーカーに仕上がっているのがこちらのシリーズなんですけども、いわゆるオールスタークップだとか、スタンスミスのような、本当にこうオーソドックスで、一切の無駄のないようなデザインですね。 これをベースにしながらカラーリングがブラックになっているよというのが、まあ、このあたりのスニーカーの特徴なんですね、まあ、ブラック系のレザースニーカーっていうと結構ですねアッパーもソールも含めて全部真っ黒ってやつもあったりするんですが、まあ、個人的にはそれよりはソールがホワイトになっている方が少しですね抜け感があってバランスがいいかなと思うのですごく好きなんですね、まあ、このあたりの最上位版というとですねコモンプロジェクトのレザースニーカーがあったりするんですね、まあ、こちらま いいいいいたたただきんんでですすすがそうっももものごくけども、まあ、なかなかですね金額がいい感じなのでなかなかですねハードルが高いのも事実なので、まあ、そこをですね割とこう現実的な価格帯でアッパーのレザーの質感もすごくですねツヤ感があっていいしデザイン的にもですね全く無駄がないのでこれは使い勝手のいいですねレザースニーカーになっているかなと思います、まあ、こういったスニーカーってどういうシチュエーションで使えるのかというとやっぱりですねセットアップだと思うんですねビジネスカジュアル で着る機会の多いセッットアップ、まあ、またはですねカジュアルシーンでもう少しきれいめなレストランに食事に行きたいだとか、まあ、デートをするだとかっていう時には T シャツだとかもしくは丸首のニットにセットアップみたいなスタイルをすると思うんですがそういった時の足元にこういった黒系のレザースニーカーはめちゃくちゃ相性がいいですもちろんローファーのような革靴の中でもちょっとカジュアルなものを合わせるというのもすごく良かったりするんですけども、まあ、ちょっとローファーだと気取りすぎちゃうかなとかもうちょっと履き心地がいいもの のがいいいなという場合は黒レザースニーカーがスニーカーカのジャンルの中では最も綺麗めなので一足あると確かに使えるアイテムなんですね、まあ、カジュアルシーンでもデニムに合わせてもいいですしグレー系のパンツに合わせてもいいですしまあいろんなものにもあったりするんですがまあ特にセットアップに相性がいいスニーカーとして今回はこのようなブラックのレザースニーカーですねこちらをですねおすすめさせていただきました、まあ、価格が1万4300円ということでまあ高すぎることはないんだけどかといって安い 安くははないいののでででももしですねもうちょっと予算を抑えたいのであれば個人的に結構ですね僕はザラにも頻繁に行くんですがスニーカー系ですねこのようなシンプルなレザースニーカーっぽいものですね、まあ、正確に言うとレザーではなくてエコレザーだったりするわけなんですがほぼ見た目はレザーと変わらないので、まあ、こういったもので代用してもらうのもいいと思いますそうなると価格的にももうちょっとですね手軽になってくるのでぜひ一足はですね こういったシンプルで使いやすいようなレザーベースのスニーカーもしくはエコレザーでもいいんですがこういったものですね検討していただければなと思っています おいしょと、続いて2足目はこちらですね。サロモンの XT6 というモデルですね。これはですね、僕がもう1年半ぐらい愛用しているブラック系スニーカーの中では一番気に入っているアイテムなんですけども、まあサロモンというとですね、僕はですね、ちょっと前になるんですけども、トレイルランというですね、まあ競技というかスポーツをやってた時期があるんですね。山を走って登ったり下ったりするような結構過酷なスポーツではあるんですが、まあその時に初 初めて買ったシューズがサロモンだったわけなんですがサロモン自体はですねフランスのブランドなんですがトレッキングシューズだとかトレイルランのシューズだとかあとはスキー用のですねアイテムなんかをですね強みとしているようなブランドなんですね本当にですね僕が知ったのはトレイルランやってた時期なので78年ぐらい前だったと思うんですけどもなんかこうデザイン性が良くてシャープでなんかモダンな雰囲気があったんですねなのですごく気になってはいたんですがそこから数年経ってだんだんですねファッション業界の中で サロモンののスニーカーーカ履くといいうのがプチブームになってきててきまして最近では結構間ちいにこのサロモンのシューズを合わせている方が増えてきているのかなと思います先ほどもちょっと触れましたがスニーカーの大きな流れでいうとニューバランスこれが圧倒的な人気なんですねただニューバランスがあまりに流行しているとそのですね反動で全く違ったスニーカーを履きたくなる気分っていうのも出てきたりするわけなんですね僕自身もそれは実感していまして サロモンががすすごく使い勝手がいいい勝手なと思っていますこの XT6 っていうモデルは結構レアで定期的にですね発売されるんですが本当に早い段階で売り切れてしまうんですね本当に隠れた名作だと思っていまして、まあ、デザイン的にはですねなんて言ったらいいのかな本当にランニングシューズ前としてるんですけどもどこか近未来的でシャープな雰囲気が漂うのがサロモンの特徴かなと思います ソールはですね、結構厚みがあって、本格的なトレランシューズとしても使うことができるような、そんなデザイン性と機能性を持ち合わせているんですが、オールブラックなんだけども、ちょっと素材使いを変えていたりするので、単調に見えないのと、結構ですね、横から見るとわかんないんですが、縦から見るとですね、ここ、 サロモンのですね、ロゴが縦に走っていて、黄色、赤、青というところで、このですね、ちょっとカラーリングですね、ちょっとした部分ではあるんですけども、ここもですね、アクセントとして効いていて、なかなか素敵なモデルになってるんじゃないのかなと思います。まあ、これをですね、僕履くときには、いろんな着こなしを想定していまして、ブラックのパンツに、こういったサロモンのシューズを合わせることもあります。そのときに、ボトムスのシルエットは少しゆったりめの方が、サロモンは相性がいいなと思ってまして、テーパードの効いたような 細身のパンツではなくてどちらかというとストンと落ちるようなストア幅の広いようなパンツに合わせてパンツ丈もですねジャストレングスぐらいにしてちょっとだけ白のですねソックスがのぞくぐらいで合わせてあげると結構バランスが良かったりするので。 これ、めちゃくちゃ愛用しています。紐もですね、普通にこう結ぶようなタイプではなくて、まあ、このようにですね、シュッとこう引き締めてもらえば、それだけで履けるような、まあそういったところも含めて、個人的には気に入っています。決してこう、初級者向けのシューズではないと思うんですね。レザースニーカーみたいなものの方が、はるかに合わせがしやすいかなと思うんですが、まあ、ニューバランスに代わる新たな一手として、このようなサロモンというですね、選択肢は大いにありかなと思います。まあ、ニューバランスだったら僕はグレーが鉄板で、 らしさが出ると思うんですけどもサルモンだったら僕はブラックがすごくシャープでかっこいいかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもですね一応頭の片隅に置きながら XT6 買えるようなです、ね、タイミングが来たらチェックをしていただければなと思っていますよいしょ続いて3点目はこちらですねホカオネオネのスニーカーですね、まあ、今持ってるのはですね昨年の夏にですねもう大活躍したホカオねおねのホパラというシリーズなんですね これはですね、夏のシューズの中では僕はもうナンバーワンと言っていいぐらいですね、気に入ったモデルで、まあ、今年も履き倒したいなと思っているんですが、まあ、他オネオネというブランド自体が、まあ、やっぱりランニングシューズというところで割とこう人気のあるものなんですけども、ここ数年、サロモンと同様にですね、ファッションシーンでも用いられる機会が増えてきた、そんなブランドの一つかなと思います。まあ、ちょっと前になるんですけども、ダットスニーカーっていうのが流行った時期があるんですね。いわゆるパパが履いてそうな、 ちょっとおじさんっぽさのあるようなやぼったいスニーカーというのがダットスニーカーというものの定義だったんですが厚めのソールですねこれが最大の特徴で、まあ、その辺りの文脈と結構バチッと余ったのがこのような他オネオネのスニーカーかなと思います、まあ、ソールに結構厚みがあってシルエットはですねシャープなラインというよりは少しぽってりとした丸みがあるんですねこの辺りも普通の感覚で見たらシャープでかっこいい っていう感じじゃないんですよ。一足目のナノユニバースのレザースニーカーっていうのはやっぱりこうセットアップに合わせられるような綺麗さ。 ちょっとこう革靴っぽさというところが魅力だったんですが一方でこのような他オネオネをセットアップに合わせるってことはそんなに多くはないかなと思います特に細身のセットアップではなくてちょっと着崩すことができるような緩めのセットアップだったらもちろん他オネオネを合わせるってことはできるかなと思うんですが割とカジュアル感の強いスニーカーの一つなのかなと思います他オネオネもですね結構テック系のスニーカーで僕は大好きで、まあ、今までですね2足履いてきたんですが、まあ、これはですねちょっとサンダル 履けるタイプなののででシーズンが限られてしまうので今回お勧めしたいのはちょっと僕は持ってないんですがこちらですねトランスポートというモデルですね1万9800円のものなんですがこれがブラック系のスニーカーの中では非常に使い勝手がいいんじゃないのかなと思います先ほどのサロモンと結構共通の雰囲気としてソールが厚めで素材使いもブラックの中でちょっと変えているので単調に見えづらいのとかかとの部分にですね「他の文字がまうっすらとですね見えるようなこんなデザインがすごくいいなと思います まあソールもちょっとこう前に向かって反るような形で非常に歩き心地も良かったりするので、まあ、ニューバランスラバーの方もちょっと他というところでまたバリエーション作ってもらうのもいいんじゃないのかなと思います他オネオネのスニーカーとサロモンを比べると僕はですねサロモンの方がちょっとモード感があるような雰囲気かなと思ってまして他オネオネの方がもう少しですねカジュアル感があるのかなと思っていますどんな着こなしに合うのかというと結構テーパードの効いた綺麗めなシルエットのブラックのパンツと合わせてボトムスニーカーと合わせて 靴はスッキリしてるんだけども足元にちょっと丸みを出すみたいなそんなスタイリングが結構相性がいいんじゃないのかなと思っています価格、まあ、的にはサロモンが結構3万円近くてなかなか手が出しづらいんですが他オネオネだったら、まあ、2万円ギリギリいかないぐらいなので。 まあ頑張れば買える範疇かなと思うのでその辺りも含めてすごく使い勝手がいいかなと思うのでぜひ、まあ、ですねニューバランスのようなぽってりさを持ちながらもちょっと違ったアプローチのシューズとしてサロモンオアホカオーネオネ、ね、この辺りは検討していただければなと思っています よいしょ続いて4点目はこちらですねコンバースのモカシンシューズをですねスニーカーに落とし込んだデザインのものですねこれ動画の中で何度かご紹介しているのですで、まあ、にご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですが1万3200円で購入することができるですね隠れた名作かなと思います、まあ、最近ですねこのようなモカシンタイプの靴めちゃくちゃ流行ってましてクラークスですねこの辺りがまあ火付け役だったと思うんですがそこから派生して、まあ、ジユーでも 似たようなものをやっていますしあとはコンバースですねスニーカーに落とし込んだ形でこのようなものをやっていますすごく今のトレンド感が漂うようなスニーカーになっていましてなおかつスニーカーなんだけども革靴のアッパーをですね表現しているので少し綺麗めに見えるというところここもですねバランスのいいようなそんな仕上がりかなと思いますなのでこれまでの文脈とまたちょっと変わってくるんですね1足目のレザースニーカーでちょっとこう上品なセットアップに合うようなもの 今度はスニニーーカででですすねねがっつりとです、ね、ランニングもできるようなテック系のスニーカーカなんだけども今の空気感と合ってるようなものがあってこれはですねまた全然違ったまた位置づけで今のトレンド感があるようなモカシンでだけどスニーカーという形ですこれはねすごく使い勝手が良くて僕は白デニムなんかによく合わせていますややゆったり感のある白デニムとこのモカシンのブラックのスニーカーがすごく相性がいいのでぜひ、まあ、皆さん試していただきたいなと思います 一方で、ブラック系のワイドパンツとかにも合わなくもないんだけど、ちょっと退屈に見えちゃうかなというところがあるので、まあ、白系のパンツと合わせるのが個人的にはおすすめかなと思います。あと、グレー系のパンツなんかでも合うかな。そのあたりは、まあ、皆さんのお好みによって合わせていただきたいなと思います。これもすごくいいんですけど、最近ですね、僕のオンラインサロンでもご紹介していたんですが、ビューティアンドユースですね、ここのオリジナルで出している、モックロスニーカーというものが出まして、これもですね、なかなか雰囲気がいいんですね。 これ、カラーがですね、ベージュとブラックの2色あって、まあ、どっちもいいのでなかなか難しいんですが、こちらのブラックですね、アッパーの雰囲気もですね、光沢感があって上品なレザーの質感が漂っていて、なかなか仕上がりがいいかなと思います。今僕が持ってるコンバースと、あとはですね、ビューティーユースのモカシンタイプ、どう違うのかというと、正面から見た時の表情が違うんですね。割と丸みのあるようなシルエットというところは、そんなに大きく変わらないんですが、このコンバースのモカシンタイプが、ちょっとですね、特徴的で、 この内側見てもらうと。 割と V の字に近いようなシャープなですねラインを描いているのが分かるかなと思うんですが一方でビューティーユースの方はもうちょっと丸みのあるような縫い込みになっているんですねこのあたりに違いがありましてよりシャープな雰囲気を見せたいのであれば意外とコンバースがいいかなと思いますし今のトレンド感があるようなちょっとぽってりさだとかそういったところを目指すのであれば結構ビューティーユースの方が使い勝手がいいかなと思います雰囲気で言うとクレマンとかそのあたりのですねチロリアンとちょっと近いような シルエットになっててましてこれれはこれですごくいいなと思うのででチェックしていいたただきたいんですねこの辺りもスニーカーとミックスしたような履き心地の良さもちゃんとですね考えた一足なので、まあ、4足目のアプローチとしてこのようなモカシンベースのスニーカーというところをぜひチェックをしていただければなと思っていますはいつってラスト5点目はちょっと手元にはないんですがやはりニューバランスも1足ぐらい上げておきたいなということで最後に持ってきたわけなんですが こちら、2002RBK というモデルですね。価格がですね、17,380円ということで、これ最近出たモデルなので、まあ、見たことあるよという方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕はですね、これなかなか新鮮な見え方かなと思っています。まあ、2002R ちょっと今手元にいなくてですね、自宅に置き忘れてしまったんですね。まあ、他のカラーリングのものを僕は持っているわけなんですが、 最近ですね、2 0 0 2 r というのはトレンド感があって、なおかつ価格的にも割と買いやすいモデルとして非常に人気が高くて、セレクトショップで取り扱いがあるので、見たことがある方もいらっしゃるかなと思います。まあ、先日僕の動画の中でも、2 0 0 2 r s t と呼ばれる いわゆるこうニューバランスらしいグレーのものをご紹介してたと思うんですが、まあ、その色違いとしてこの BK というものもあるんですね、まあ、ニューバランスのスニーカーというとやっぱりグレーのイメージがあったりだとか今僕が持ってきたものは1906というモデルなんですが、まあ、ベージュカラーとか、まあ、いろんなものがあるんですが意外とブラックのイメージってそんなにないかなと思いますもしこういうもので連想するとしたらやっぱりネイビーなんですねニューバランスが持つちょっと自然体の雰囲気とは ブラックよりもネイビーの方がやっぱりこうイメージが近いのでそういったものは多いんだけども意外とこのブラックもシャープな雰囲気がかっこよくてなかなかおすすめできるスニーカーかなと思います、まあ、ソール部分はホワイトなのでちょっと抜け感があるんですね僕は結構全部ブラックのスニーカーがあんまり得意じゃないんですねそれはそれでブラックのパンツと合わせた時にしっかりと足長効果が目指せるので結構ですねスタイルがよく見えるのでいいんですが ちょっと単調に見えるなというところで僕はソウルぐらいちょっと白かったりする方が好きなんですがまさしくこちらのニーザーズ用にある BK はソウル白でアッパーがブラックなんですねで素材の使い方もスウェードを使っていたりだとかメッシュの部分もあったりするんですがまあ異素材がちゃんと使われているので単調に見えないというところもなかなか雰囲気がいいんじゃないのかなと思います今旬なニューバランスの中でブラックという選択肢も結構良くてまあ僕の良うにですねニューバランスラバーの方の中で新しい一手というところで目指して 目指すのであればこちらのモデルも一つおすすめができるのかなと思っていますただですねこちらのモデルも結構人気が高くて本当に在庫は少ないんですね XT6 もかなりレアなんですが、この 2002R もかなり倍率が高いモデルなので、とは言ってもまだですね、ギリギリ買えるようなお店だとか、オンラインでも探せば見つかる範疇なので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。まあ、どんな着こなしに合うかというと、やはりちょっとワイドめのブラック系のパンツには非常に相性がいいかなと思うんですね。ニューバランスの中でも珍しい、ちょっとモード感のあるようなブラックというところも珍しい素則なので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。 いやいかがでしたでしょうか皆さん今回の動画では大人の男性におすすめの黒スニーカー5000というテーマでお届けをさせていただきました、まあ、いろんな選択肢があったかなと思いますそれぞれに特徴があるので、まあ、ぜひ皆さんの気に入ったものをコメント欄でお伝えいただければなというふうに思っています まあ僕はですね結構白系のスニーカーが好きで結構履くんですけどもやっぱり汚れが目立ちやすかったりするので結構外でしっかりめに遊ぶ時にはついついですねこのサロモのですね XT6 を履いてしまうわけなんですねまあこれ非常に便利で汚れも気にならないし履き心地もすごくいいのでこのようなちょっとこうランニングに特化したようなブラック系のスニーカーも一足あるとすごく便利だなと思いますしあとはセットアップでバチッと決めたい時にはレザースニーカーだとか ああととととははですすすねトレンド感があるよううなななこいいいいいったモカシンだかかもすごく選択肢ののつとしてはいいんじゃ思ま是非皆さんもですね、気に入ったブラック系のスニーカーで気兼ねなくガンガンにですね、スタイルのいい着こなしを試していただければなと思っています。是非皆さんもですね、このような黒系のスニーカー気に入ったものを履きながら日頃の着こなしを楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っているんですが、もう少し中級者向けの アイテムですとか、コーディネートに関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。普段の動画ではユニクロ GU グローバルワークが多かったりするんですが、メンバーシップチャンネルでは、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、あとは専門ブランドですね。ニット専門ブランドだとか、ボトムス専門ブランドだとか、まあいろんな優れたブランドがあるかなと思うんですが、そういったちょっとコアなアイテムですね。中級者向けのアイテムを皆さんにご紹介していますので、気になる 方はですね概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています週に3本のオリジナルの動画とあとはですね週に1回の生配信もやってるんですね先日20万人突破ライブもやりましたがまあ結構ですね普段から僕はライブをですね週1ペースでメンバーシップでやってますので前回のライブ楽しんでいただけた方はですねぜひメンバーシップの方も見ていただければなと思っていますまた普段ですねなかなかゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっていますこちらの方では文章と写真ベースで おすすすすすめののアイテムででとかコーーディネートの紹介をですね定期的に行っています僕も毎日投稿してますし僕以外の専門家ですねスタイリストだとか靴の専門家だとかそういった方もですね記事を書いていますしあとはですね参加者の皆さんも記事を書くことができますこんなもの探してますとかこんなもの買いましたとかこんなコーディネートしてますだとかそういったものを皆さんの方でアップすることができましておしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので気になる方は概要欄からチェック チェックしていただきたいなと思っています以上、スタイリの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに